猿死人道は、李氏朝鮮中期の女流小学家。中学者、陸リヤリコ小鳥寺の母。朝鮮では、両妻賢母の官とされる。死人道、新人自然、または、死人道新士とも呼ばれる本願は平山。カンボンド高領の出身。父は、名賢と言われた。新名は、母は、竜人知り氏である思えおの娘である。名前は伝わっていない。号は、道。 思え人道、死人道、忍死祭、人道など。死人道とは、古代中国州王朝の文王の母、王の務を師として見習うという意味である。死人道は幼い頃から四書三教に親しみ、更進と志が高く、文章、針子を、詩集に長けていた。特に詩文と絵画に優れ、様々な監視作品が伝えられている。 また案件の影響を受けた画風は聖地生命であり、朝鮮一の女流画家と評されている。人物はあまり描かず、山水、ぶどう、草、虫などを得意とした。猿死人道は、高齢で育ち、19歳で、徳水理士の元秀に嫁いだ。元秀の母と元秀は、死人道の行進と才能を愛し、その才能を十分に発揮できるように支援したと言われる。 このため猿死人道は、朝鮮時代の女性としては、稀とも言える、自由活発な環境でその才能を発揮した。元秀は、妻の描いた絵を、友人に見せて自慢したという微笑ましい逸話も、伝わっている。38歳の時に、ハンスンに転居した。死人道は7人の子供を産んだが、子供の教育にも熱心であった。朝鮮時代最高の呪学者として知られる、リクリアは、 死人堂の三男であり、死人堂は、剣母両裁の官とされている。韓国銀行は2009年6月23日発行の5万、ウォン紙幣の肖像に、サル死人堂の肖像を用いる。なお息子のクリアの肖像画は5000ウォン紙幣に、用いられている。ありがとうございます。